構ね、フェリーチェ最初にアンベールの時から見てるんですけど、ちょっとね軽い衝撃受けたんですよね。この色使いとか、いやこの色に艶消しのこれ合わせるとか、僕らじゃもう到底思い浮かばないようなそういうコーディネーションをさらっと当たり前にやってることで、例えばそのホイールの塗り分けとか、あとその室内のここを白くしようだとかね、ここにちょっとそのサンドベージュっぽいものを入れようだとか、ちょっとね、だからなんだろう、すごい平たい言葉になっちゃいますけど、あ、やっぱアーティストってすげえなっていう。僕はね、喋ったりとかももちろん仕事にしてるし、文字で何かをこう伝えるっていう、何かを伝えるっていう意味ではアーティストの方と共通している部分もあるのかもしれないんですけど、その表現方法、それから伝達方法がもう全く違っていて、その視覚でこう、なんていうのかな、気持ちよくさせてくれるっていうのが僕らにはできない、僕にできないだけですかね、あのところがあって、それをまざまざと思い知らされたけど、別にそれちっとも不愉快じゃなくて、やっぱりこうパッと見た瞬間に、ああ可愛いな、おしゃれだな、綺麗だなって思わせてくれるから、すごい幸せな気持ちになるんですよね。もともとチンクエチェントって人を幸せにしてくれる車じゃないですか。それを本当にこう綺麗な形で、別のベクトルに向けていったような、そんな印象があって、で僕もこの車の後に、お前も一台作ってみろって言われて、赤い車を与えていただいたんですね。で今そのアリゼっていうのは出来上がったんですけども、例えばそのこの塗り分けとかね、あと、あ、心の色も変えられるんだとかね、いろんなことをこの車を見てちょっと学ばせていただいて、パクったことがバレないように、僕はここにこうメッキっぽい感じにして、そのアメリカのコンバーティブみたいな表現にしたんですけど、それはちょっとなんかね、あの本当に正統派のチンクエチェントのファンの人から見ると、僕のことを後ろから蹴り飛ばしたくなるような、そんな風に感じる人もいるかもしれないんですけど、それはね、なんでそんな方向に行ったかっていうと、この車がすごく綺麗にまとまってるからなんですよ。綺麗にまとまってるものの後に、綺麗にまとめる能力ない人間が綺麗にまとめようと思っても無理があるんで、弾けちゃおうっていう風に思わせてくれたのも、やっぱこの車とチアさんの存在、僕がそのいろいろコーディネートさせてもらったアリゼイっていう車は、あの見た目すごい可愛いんですよ。可愛いしポップだし、あの見てる分にはすごくいいなって自分でも自画自賛しちゃうんですけど、とても自分で乗る勇気はないんです。でもこの車だったら自分で乗って出たい。多分チアさんは分かんないですけど、自分で乗って出ることを想像して、見せるところと抑えるところと、そういうものを考えながらデザインされたのかなっていうふうに思ってます。僕全く考えずに、これかわいい、これかっこいい、そんな感じで作っちゃったんで。はあの初めあのいただいた写真が、あの工場 の, あの、まあ、こう車がこう上に乗っかっているよう な, なんかあの塗装の途中みたいな感じのお写真をいただいて、あのダークグレーの色があの、まあ、ヨーロッパ の, あの深い海というか、あの荒れた感じの海で、まあ、灯台があってっていうイメージをこう想像したんですけど、まあ、その中で何だろうその力強いものっていうよりは、きっとこのルカは可愛らしい感じにした方が、まあ、シートも赤でしたし、可愛くした方がいいなと思って、あの
ヨーロッパの海を考えている時にイルカを想像したんですね。でイルカ の, あのドルフィングレーっていう色を使ってあの表現したらもしかしたら可愛いかもしれないなと思って、赤 と,、ホワイトとグレーをあのハンドルとあのメーターのところに施して、まあ、キャンパストップのところはあのイルカの尻尾をあのイメージした感じであのデザインしました。いいねとチャンネル登録お願いします。Grazie.